オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬雄介です。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどを分かりやすくお伝えします。またリスナーの皆さんからのお便り紹介や講師へのインタビューなども随時お届けしていきます。本日のアラカフェットの担当は三輪先生です。それではどうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。アンサンブル講師の三輪です。本日もアラカフェットの時間が始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。3月に入り、春の気配がだんだん濃くなってきましたね。フランスでは2月の後半は全土でいいお天気に恵まれ、気温もぐんぐん上がり、20度を超えたところもあったそうです。久しぶりに雲一つない青空が何日も見られて、気持ちがぐっと明るくなりました。フランスに住み始めてからいつも思うのですが、急に天気が良くなったり気温が上がったりすると、フランス人は季節に関係なくその時の天気や温度に合った服装をする人が多いと思います。真冬と呼ばれる2月でも、天気が良くて気温が20度まで上がれば半袖姿の人を見かけます。ついこの前は薄手のダウンジャケットを羽織り、足元は素足にサンダルという女性を見かけました。コーディネートとしてはちょっと大胆ですが、本人が納得していれば問題ないですよね。私個人はどうしても季節を気にしてしまって、今日は暖かいけどまだ冬だから薄手のコートはやめようと思って厚着してしまい、結局暑くて不快な思いをするということがよくあります。真夏に気温が下がった時も同じです。だからこそ季節という概念にとらわれず、天気や気温に合わせた服装ができるフランス人は自由で、自分というものをしっかり持っていて羨ましいなと思います。そういえばフランスには衣替えという習慣や概念がありませんが、その日の天気に合った服装をする人が多いのであれば、なるほどと納得ができますよね。ちなみに服装という意味のフランス語は T-U-N-U-U と書いて Tenue と発音します。これは女性名詞です。皆さんご存知の男性名詞 Vêtement、 これは服だけを意味するので使い分けには注意しましょうね。さて本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は私ミワがお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える、短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部はアンサンブル講師アモンディーヌ先生のご紹介です。では早速本日のフランス語レッスンを始めましょう。今回ご紹介するのは、会話や作文で使いこなせると表現の幅が広がる熟語です。先ほどフランス人はその日の天気に合わせた服装をすると言いましたが、何々に応じて、何々に合わせてという意味で使われる熟語、どういうかご存知ですか？正解は
En fonction de. En fonction de. 前置詞 de の後ろには名詞を入れます。定冠詞を伴うことが多いです。早速例文を作ってみましょう。ゆっくり考えたい人は一時停止してくださいね。私は天気に合わせて服装を選びます。フランス語ではどう言いますか？そうですね。Je choisis ma tenue en fonction du temps. Je choisis ma tenue en fonction du temps. 文末の2語、du temps がポイントですね。天気を表す名詞は、le temps。定冠詞がつきますので、直前の前置詞 de、定冠詞男性形の le が縮訳を起こし、du となります。ではもう一つ、en fonction de 名詞を使って例文を作りましょう。先生は生徒に合わせて自分のメソッドを適用させる。どう言いますか？その通り。Le professeur adapte sa méthode en fonction de l'élève. Le professeur adapte sa méthode en fonction de l'élève.正解できましたか？このように文の後ろに en fonction de 名詞をつけることで何々に応じて何々に合わせてという詳細な情報を加えることができるのでとても便利です。使うときは前置詞 de と定冠詞の縮訳に気をつけてぜひ会話や作文に積極的に取り入れ、自分のものにしてくださいね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひ、アンサンブル・アンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた。アビアントー。三輪先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部では、2月よりオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセでレッスンを開始されているアマンディーヌ先生を私、野瀬祐介がご紹介します。フランス語講師としては、2014年より活動されているアマンディーヌ先生。アート作品の制作や芸術分野で教育に携わった経験があるため、扱うテーマが幅広く、内容の濃いレッスンを行います。フランス語の細かいニュアンスの指導も得意とする講師です。また、人間としての成熟度が懐の深さを感じさせ、絶えず生徒を励まし褒めてくれるので、学習のモチベーションが自然と上がります。受講いただいた生徒様からは、小さいことでも褒めてくれるので落ち込んでいた気持ちが回復し、うまく話せることができた、レッスンのテンポが良く全く無駄がないと大変ご好評をいただいています。ではここで講師からのメッセージをご紹介します。Bonjour, comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Je me présente, je suis Amandine, professeure d'ensemble
en français. Je vous propose qu'à chaque cours, nous puissions travailler votre français. Pour cela, je vous propose d'utiliser des vidéos, des supports écrits. Ainsi, vous pourrez travailler votre compréhension orale et écrite. Je vous propose également plusieurs niveaux de difficulté. Pour les débutants, n'ayez pas peur, vous pouvez apprendre le français sans problème. Vous pouvez faire des fautes, c'est ainsi qu'on apprend. Le niveau intermédiaire ainsi que confirmé. Les cours pourront être adaptés en fonction de vos envies. Si vous désirez travailler sur des musiques, des films, des livres, c'est tout à fait possible. J'aime dans la vie le cinéma, notamment les animations des studios Ghibli, la musique, le sport, ainsi que la cuisine. J'adore les gâteaux au chocolat. Donc, je vous propose de venir me contacter afin que nous apprenions ensemble le français et que vous puissiez communiquer avec des Français, des Françaises. Donc, apprenons tout en nous amusant et je vous dis à très bientôt. Au revoir! メッセージからも講師の優しい人柄が伝わってきますね。アマンディーヌ先生のレッスン、ぜひ一度受講してみてください。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしています。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。それでは皆様、また次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。